はい、どうもお疲れ様です。いつか公開のコーナーでございます。今回はいただいたメールを読みながらお話していこうかと思います。動画のやり取りをしながら動画によって商品をセールする、その極意なんですけども、やっぱりね、人をその気にさせるためには、例えば YouTube の作り方、使い方を学ぶためにどうしても YouTube やらないといけないって気持ちにさせないといけないんですよね。まあ、そのために必要なのがこの3つ、ホワイ、ホワットってやつなんですよ。なぜ YouTube をする必要があるのかってことを、これ YouTube じゃないとダメなんだってところまで追求していかないといけないんですよね。他にもアフィリエイトってあります、転売ってあります、 FX ってあります、株ってあります。でもあなたは YouTube やらないとダメじゃないかっていうふうに思わせないといけないし、実際その人のライフスタイルを見ると YouTube 以外の選択肢は挫折に最も近いですよってことをね、いろんな具体例とか、ご自身で見てきた YouTuber の例を出したりとかね、それから裏付けのあるデータを持ってきて、積極的にこれを何回も何回もね、お話しなければならないんですよね。それをだから無料動画とか対面でやる必要があるんですよ。クローズドの1対1の対面コンサルで、なんで YouTube が私たちのビジネスとして残されているのか、体力もないし、それから新しい知恵もないし、で素晴らしいノウハウも持ってない人がなんで YouTube だったらうまくいくのかってことなんですよね。例えば世界一の動画配信サービスっていうのは YouTube っていうのは間違いないと思うんですよ。世界一の検索サイト、それは Google ですよね。で YouTube と Google っていうのは一体ですから、じゃあ世界一の検索サイトで世界一の動画投稿サイト YouTube で揺るぎないわけですよ。ここ以外とどこと取引するんですかっていうことと、動画のニーズが高まっている時に、一体ね、どんなメディアで集客するのか、ブログやツイッターっていうのは YouTube 以上の効果はないわけですよ。で、それをデータを持ってきてお話しすると、あ、YouTube しかないんだなってことにもなりますし、YouTube 以外の選択肢で何か副収入を得ようと思ったら、どんだけリスクが高いことしなくちゃいけないのかってことを話していくってことになります。まあでもね、YouTube ばっかりいいってわけじゃないんですよ。YouTube にもちゃんとリスクがありますんで、そのこともお話して、あなただったらどうしてその YouTube のリスクが超えられるのかってことをお伝えしていくことと、その YouTube のリスクを乗り越えるためのノウハウを私は持ってますよってことをお伝えすることですよね。それからフォワットですけども、 YouTube をやったら未来がどうなるのかっていうことと、 YouTube をやらなかったらどうなるのかってことですよね。で、人ってのは1日ごとに変化したり進化することを望むわけだし、望まなければ結局時代の変化には追いつかれ、置き去りになってしまうっていうね、まあ、重大なリスクがあるわけですよ。10年前ぐらいに日本で YouTube のサービスが始まりましたけども、その10年前に始めた人って今そこそこの立場になってるはずなんですよ。で、当然 YouTube を10年前に知らなかったって人もいると思います。でもそういう方は仕方がないんですよ。仕方がないんだけども、でもここ 2,3 年でね、小学生や中学生が YouTube を初めて知って、アカウント作りました、一気にごぼう抜きしていくっていう例もあるんですよね。で、そういうのをいつまで指をくわえて見てるんですかってことなんですよ。いや、それ以外になんか有効な方法を持ってればいいんですけども、持ってないわけじゃないですか。じゃあ自分の1年前と3年前と5年前と比較して、あなたの収入と暮らしはどのぐらい自力で変えられたんですかってことを問うてみてほしいんですよ。多分変わってないと思いますんでね。自分なりに変わったみたいなことをね、言うこと思いますけども、客観的に変わっていなければそれは変わっていないわけなんですよ。で、当然変化っていうのは予想もしないような人生を送れた時に変化というわけであって、想定内の変化っていうのはそれはまあ変化とは言わない、まあ単なる誤差の範囲ですよね。まあ、こういったことを伝えていくことかなと、いわゆる揺さぶっていくってことですよね。やばいぞってことはね。で、 How to っていうのはどのようにやったら自分の望むような人生や結果が得れるのかってことを伝えていくことなんですよ。で、これは時間がかかるし、細かいノウハウだし、サポートが必要なんで、ここはお金がかかりますよってことをね、お伝えしてもいいと思います。で、ここにお金が払えない以上は、結局なんで YouTube をやる必要があるのか、なんで副収入を上げる必要があるのかってことが分かるだけで、分かっただけで終わりってことなんですよ。例えば東大に行って官僚に進んだらね、湯水のようにお金が使える道、信頼が一方的に身について権力が手に入るってことが分かってるけども、永遠にそこを目指さないってことになっちゃいますね。そうなったらうまくいく方法は知ってるけども、それで終わりって話になるんですよ。知ってて使って使いこなすからこそ思った通りの人生になるわけですよね。で、場合によっては思いもよらないような人生に登っていくことができるわけなんですよ。で、それ以外っていうのは全部ね、時間の無駄コミュニティの犠牲なんですよ。自分がどう自己納得しても自己満足しても、全部時間の無駄コミュニティの、まあ、その洗脳の中に入っちゃうわけですよね。だからそこから抜け出して、
自分の人生を歩むためにはいろんなことを諦めなくちゃいけないし、一時的にはいろんなことを捨てていかなくちゃいけないってこともね、まあお伝えできればというふうに思います。あとはね、ここの集客教育フェーズなんですけども、僕はあのよく書けてると思いますので、これからしっかりと見させてもらって、あとはねメールで返信しようと思います。このいつか公開のコーナーご覧になった方、ちょっとね大事なところはさすがにこの動画でお話しませんので、今日はここまでにさせてもらいます。じゃあお疲れ様です。